株式会社ファーストの主な事業は、画像処理に関するソフトウェアや装置などの開発、製造、販売です。一般的に画像処理といえば、写真の加工や修正、またはテレビや映画などで使用される合成映像などを思い浮かべがちですが、ファーストで開発されている製品が行う画像処理とは、対象物をカメラで撮影、画像を取り込みデータ化し、位置や寸法の計測や検査のために必要な情報を解析する技術のことを指します。この技術は工場などの製造現場で加工ロボットや検査装置に組み込まれて使用されています。生産ライン上の対象物をカメラで読み取り、形や状態を正確に分析することで、組み立て作業の精度向上や製品に不具合がないかを瞬時にチェックすることが可能です。画像処理の導入により、これまで人が目で見て行ってきた業務を機械が自動的に判断することが可能になり、品質の向上、作業の効率化、省人化が期待できるのです。それでは画像処理技術が使用されている様々な事例をご紹介します。検査。検査用途では部品の寸法や品質を見分けることができます。製品のひび割れやシミなどはもちろん、薬品の形状、あるいは表面に印字された小さな文字も計測が可能です。位置決め。製造工程で決まった位置に作業を行う際、対象物の形状を正確に把握することで、作業機械をミクロンオーダーの精度で迅速に位置補正させることができます。寸分の狂いも許されない精密機器などの製造に力を発揮します。3次元計測、ピッキング。平面だけでなく立体での計測も可能です。積み重なった対象物の形状や重なり具合を3次元で認識することで、ピッキング作業を完全自動化することができるのです。ファーストはロボットに関する画像処理技術、ロボットビジョンの分野において高度な解析技術を持っています。画像を取り込み理解する、人間が目と脳で処理する行為をロボットが自動的に行う製品の開発に日々取り組んでいます。東京エレクトロンデバイスは、ファーストが持つ他の追随を許さない汎用性の高いロボットビジョン技術を様々なお客様に提供してまいります。